はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズです。今回はボーモア18年のアフターテイスティングをしていこうと思います。はい、もう半分ちょっとぐらい飲んでますね。はい、ボーモア12年を初めて飲んで美味しいなと思って、で18年を買ってみたけど、18年の方が美味しいですね、やっぱりね12年の方がね、辛いとか薄いとかするんじゃなくて、12年の方がライトですね。うん、18年の方はちょっとこう、硬熟してるから、こう、甘さが強いっていうかね。うん。12年の方がフルーティー。18年になるとちょっとこう、なんかレーズンっぽいっていうかね、甘さが強くなるというか。うん、香りもいいですね。じゃあいただきたいと思います。はい、乾杯。ああ、美味しい。あんまりボーモアっていうのは、まあ、アイラ系なんですけど、そのピートとかヨード香、セイロワンの香りっていうのが割とこう控えめ。で、甘さとかもそんなにこう、強くなく。で、あ、12年ですね。12年の方は甘さも強くなくて、そのアルコールっぽさもないので、アイラ系の入門にはすごくいいんですけど、18年になってくると、その甘さが強くなってくる感じですかね。うん。こうアルコールっぽさはほとんどない。アルコールのビリビリ感はほとんどないですね。うん。私これ飲むときには、ほとんどこのストレートとちょい加水するぐらいですかね。はい。じゃあ、今度ロック、ハイボールにして、ちょっとコニャク氷入れて、飲んでいきたいと思います。少々お待ちください。はい、氷入れてきました。じゃあロックでね、飲んでいきたいと思います。ロックではボーモア今まで飲んだことないかもしれないですね。ちょこちょこ飲んでるんですけど。あー、冷やすと、辛くはないんですけど、なんだろうな。少しスパイシーさと、塩っ気みたいのが前に来ますね。あ、ちょっと風味が変わって美味しいかもしれないですね。ボーモア18年のロックはストレートとは、うん、ちょっと表情が変わりましたね。で、冷やすことによって、うん、ちょっとスモーキーさが前に出てきたかな。香りなんかも、あー、ロックいいかも。少しスパイシーな感じで辛さが前に出てきますけど、このぐらいだったら私全然平気ですね。むしろ美味しい。あ、ボーモア18年のロックいいです。じゃあ次に、ハイボールいきましょう。少し濃いめに作りたいと思いますね。はい、このぐらいで。じゃあいただきたいと思います。うん、あ、美味しいですね。あんまりピートとかそのセイロワンっぽい香りっていうのがあんまりなくなりましたね。なるほど。なので、そうだな、なんかこう特徴が炭酸によって、こう、それぞれ、難しいな、表現が。殺されちゃってるっていう言い方が正しいのではわからないですけど、ちょっとね、個性がなくなっちゃってる感じしますね、炭酸で。割と濃いめに作ったはずで、そんなに、まあ、ね、見てばらってわかるように、そんなに出てないんですけど、逆に、アイラの入門のハイボールなんかはいいかもしれないですけど、まあ、わざわざハイボールにする必要ないかなって感じしますね。まあいいお酒なんでね。うん。うん、ハイボールはちょっとそうだな。やめた方がいいかもしれないですね。はい。私個人的には、まあ、ストレートかロック。で、ロック結構良かったですね。うん。へえ、やっぱりこう、飲み方によってやっぱり変わりますね。面白い。
あの、一応概要欄の方に、あの、説明欄の方にアイテムリンク入れておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。はい。あとね、チャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい。あと、ツイッターもやってますのでね、フォローお待ちしております。はい。今回は、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズ、ボーモア18年のアフターテイスティングの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。